あ、でもね、ひくかつだよ。削除された X ビデオの歌の動画について YouTube からこんなメールが来たよ。 YouTube パートナーチーム、ございます。担当部署にて再審査の結果、対象の動画を復旧しました。しかし内容から年齢制限のあるコンテンツであると判断いたしました。はぁ、復活したと思ったらアダルトシティかよ。どこにアダルト要素があったんだよ。見る街を見て興奮する欲求不満のババアが審査でもしてんのかよ。ったくよ、ふざけんなよ、節穴かよ。一旦喜ばせておいて落とすって性格の悪いやつがする仕打ちだろうがよ。本当によ、そもそも削除した時の削除理由は他サイトへの誘導で、一切アダルトのことについては触れてなかっただろうがよ。理不尽すぎてちっとも納得いかねえよ。だからね、 YouTube に削除理由だった他サイトへの誘導について問い合わせしてみたら、こんな返事が返ってきたよ。削除された理由は社内のポリシー上ご回答できる範囲がございますが、他サイトへの誘導は根拠ではありません。じゃあ根拠でないっていうことは、 X ビデオを XO ビデオって言わなくて済むってことだよね。 FC2 をあえて SK2 に変えなくてもいいっていうことだよね。まあ引き続き個人的にアダルト指定にされたことに関しては YouTube に対して異議申し立てはするけどね。こっちもまあバカじゃないからね、学習はしたよ。 X ビデオや FC2 って言葉を使ってももう削除されないっていうのが分かったから、新たに X ビデオの歌をまたまた修正して再アップしてみたよ。 X ビデオ版とは違ってかなり元歌に近くなったよ。そして二度とアダルト指定にされないために、今回もピニスをペニースという人名に変えたり、サックマイコックのコックの綴りをコックさんの方のコックに変えておいたよ。通報中なネットオタクの童貞君たちはざまだけど、今回の完全修正版はアダルト要素ゼロだよ。だから未成年の方はぜひそっちの方を見てみてね。つべこべ言わずに、家志田のメインチャンネル、サブチャンネル、そしてゲームチャンネルの登録の方よろしくブス。何だこれ。普通歌の歌詞でアダルト指定なんかにされることなんてないと思うからね。これね、まれだよ、まれ。ほんとパワートゥーザピーポー、パワートゥーザペニス。